皆様こんにちは。チャーリー・マーティン役の伊藤雄一です。今回黄昏に出演が決まってですね、驚きと喜びでとても体に震えが来たのを、とても覚えております。この作品はですね、人生の中で一度は見るべきというふうに評されている作品でして、僕もそれに出会えて本当に良かったなと思います。いつの時代でもどんな家族にでも何かが残る作品だと思っておりますので、皆様にそういったものを残せるように誠心誠意努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。黄昏はこの夏8月より上演です。皆様ぜひご来場ください。ありがとうございました。